リーターからコントラバス職人になった娘。お楽しみに。今回のグッド地球便は千葉県とイタリアをつないでみたいと思います。行ってみましょう。海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先はルネサンスの中心地となったイタリア。数多くの名匠を輩出してきた職人の町クレモナ。150を超える弦楽器工房がひしめくこの町でコントラバスを作り続ける日本人がいます。その腕前は国際コンクールで金賞を受賞するほど。同じような木使って同じような、作り方してやっても、作る人が違うと結局別のものが出来上がるんですよ。だから、秘密も何もないなと思って、大学生の時コントラバスに出会った彼。当時は進むべき道に迷い職を転々とする日々でした。しかし運命の瞬間は突如訪れたのです。ちょうど目の前に夕日が沈んでいくと見ながら、コントラバスを作ればいいんだ、じゃあクレモナ行こう。寝耳に水だったという両親は、それはびっくりしましたよ全く違う世界に行くんですからね。理想の音色を追求し続ける息子に両親が届ける思いとは。こんにちは、どうもお世話になります。グッド地球の山口です。どうもよろしくお願いします。どうぞお入りください、はい、すいません、失礼します。今日はお世話になります。お願いいたします。お世話になります、こちらこそ。息子さんのテツさんが、はい、イタリアでコントラバスの職人をなさっているということですけども。そうです。イタリアに行かれたのはいつになるんですか？2004年のね、9月。あ、日本にいらっしゃる時っていうのは何をなさってたんですか？大学卒業してから、はい、2、3年アルバイトしたり、はい、音楽バンド活動したり、そんな感じでしたね。就活なんていうのは一切やらない子でしたから、ね、やらなかったんですよ。じゃあ就職、じゃあどこどこにするとか、そういう道には、その組織には入りたくなかったっていうことは言ってましたね。なるほどね。そういうのは好きじゃなかったみたいですよ。でも音楽活動をずっと続けながら、じゃあいざ作るという方向にやっぱ行きたいっていう。そう、ある時ね、突然まさかそのためにイタリアまで行くって26ぐらいの時言い出したんですから、はい、全く知らない世界ですからね、はい、びっくりしましたけどね。わかりました。じゃあ行ってくださったそうで、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは行きましょう。イタリア、テツさん、グッド。イタリアでコントラバス職人として腕を振るうテツさんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ1万キロ、13時間。16世紀後半、現在のバイオリンの形が誕生した町クレモナ。小さな町に150を超える弦楽器工房がひしめく職人の町として知られ、史上最高のバイオリン職人と称されるストラディバリもここに工房を構えていました。バイオリン博物館には数億円の価値があるというストラディバリの作品が数多く展示されています。テツさんが4年前に開いた工房を訪ねました。こんにちは。あ、こんにちは。どうもどうも、鈴木テツさんです。はい、あ、お世話になります。こんにちは。はい、どうも。綺麗な工房ですね。ありがとうございますここで今4年目ですね、自分で色、壁の色を塗ったり、あと床も全部自分で貼って、そう、ここ入るとき3日間ぐらいかけて、ずっとやって色塗って、で最後ぎっくり腰になって引っ越しの時に。テツさんが作っているのは弦楽器の中でも最大を誇るコントラバス。でかい楽器、バイオリンがこの大きさこれもなでベース作ってる人って、もうコンスタントにずっと作り続けてる人はそう3人ですね。何でそんな少ないんですか？
やっぱ大変だからじゃないですか。そうですか。でかいから、うん、簡単に言うとどういう仕組みでコントラストのことになるんですか。表板に駒が立つ。でまず弦が震えて駒を通って、それで表板が響いた、その振動をこの昆虫を通して裏板に持っていって楽器全体が響く。このもみの木って結構柔らかいんで、10年とか20年とか使ってるとここが結構テンションかかって押さえつけられるんでボロボロになってくるんですよ。それを防止するためにこれは楓なんですけど、もうちょっと硬い木で補強してあげてる感じですね。うん、まあ50年100年後見越して つけてる。コントラバスも絶対する。いや多分僕だけですよ。あ、まあ、他にも1人か2人いるかもしれないですけど、まだ見たことないですよ。三河で貼り付けた楓材は音に影響しないよう可能な限り薄く削って表板と同化させます。すごい作業やっぱ、こういうちょっとしたところ見えないところの積み重ねで音が出てきてくるんで、そういうところが大切だと思うんですよね。哲さんは現在3台のコントラバスを製作中。こちらはネックの取り付け作業。こうやってネック差し込んだ時にこうやって高くなるとテンションがこうこの角度がきつくなるんでプレッシャーがすごくかかってくるんですよ。そうすると音がちょっと固めの、うん、楽器になったり、逆にこれだと音が柔らかいんだけど、うん、焦点がちょっとボケるかなって。焦点、うん、電動工具を使ったダイナミックな作業は弦楽器最大のコントラバスならでは。コントラバス製作は楽器職人というよりも家具職人の仕事に近いと哲さんは言います。そうだな。ここ84のあと5ミリぐらいこうやって上げなきゃいけないなって分かって、それプラスもっと本当はこうならなきゃいけないですよね。全部ここの3面合わせだから調整しとかなきゃいけないですよ。先ほどまでとは一転、今度は繊細な作業。1ミリでも削りすぎると継ぎ目に隙間ができてしまい、すべて台無しになってしまうそうです。うわー気持ちいい。見事隙間なくネックと本体が一体になりました。コントラバス完成までの期間はおよそ3ヶ月。これはかなり早い方で、制作に没頭する哲さんだからこそなせる技です。この11年間で26台を制作、金具以外全てを手作りする哲さんこだわりのコントラバスは国際コンクールで金賞を受賞、世界に認められました。1台およそ300万円ですが、税金が高いイタリアでは手元にそれほど残らないそうです。実は哲さん、理想の音を追求するため演奏用の弓も作っています。楽器と弓どちらも制作する職人は極めて珍しいそうです。へー、すごい。制作途中の弓を携えて哲さんはとある場所へやってきました。これは僕 の、 弓のマエストロでエミリオ・ズラビエロっていう人です。okay. ズラビエロさんは世界トップクラスの弓職人。哲さんは7年前から彼の下で弓作りの修行をしています。ウエストミオモデロ。アキモデロ。ノディニュルンベルガー。アルベルンベルガー。シ。ベルロ。ベルロ。ま、ペッカトケウシトタルロ。Questa via. Via via no. Finish. あの一本は。これダメだ。ダメだ。うん、ダメっていうか虫食いが多すぎて。わかりやすく上手。いいしなあなあ、ペースト。制作だけじゃなくて、まあ、マエストロには、まあ、いろんなその商売する上での考え方とか、
そうですね、うん、どんな風に考えて作ったらいいのかって、そういうなんか哲学的なようなこともいろいろ教わったんで、すごく感謝してますね。Innanzitutto dal punto di vista sonoro non ha problemi. Ha avuto un bravo maestro perché il suo maestro è considerato molto molto bravo nella costruzione. Secondo me l'ha superato. Superare me sarà difficile, ma quello secondo me le scarpe gliel'ha già fatte. No, è veramente bravo. Per... 普段こんなこと言ってくんないですよ。やっぱりね。ne avete strappate。完成間近のこの一台、鉄さんは弦を乗せる駒の仕上げに取り掛かります。この駒、多くの職人は既製品を使うことが多いそうですが、鉄さんはあくまで手作りにこだわります。こうした手間を積み重ねることで、思い描く理想の音を響かせることができるといいます。自分で自画自賛しちゃうんですけど、まあ、OK かな。コントラバスとの出会いは大学時代のバンド活動。演奏こそ続けていたものの、プロになる気もなく、卒業後は目標のない日々を送っていたといいます。そう、一回うちの父親の紹介で、なんかホテルの配膳か、そういうサービスのアルバイトみたいにやったことあるんですけど、うん、まあ1ヶ月ぐらいでやめてそう、あの1年間ぐらいはちょっと腐ってましたね。分かる分かる。2ヶ月ぐらい無職時代もあったし、うん、そんな哲さんにある日突然ひらめきが。カンボジアのアンコールワットの横のプノンバケンの丘っていうのがあって、うん、そこは世界一綺麗な夕日が見えるっていうところで友達と行って、降りてる途中にカーンっていうすごい音が聞こえてきたんですよ。山中が鳴ってて、これは何だろうなと、うん、ガイドさんにこの音何ですかって聞いたら、セミの鳴き声だって言うんですよ。でまあその音がずっと頭に残ってて、うん、でその26歳ぐらいの時にちょうど目の前に夕日が、うん、沈んでいく時見ながら、あ、俺これからどうしようかななんて考えてた時に、突然そのセミの音が頭によみがえってきて、それで、あ、その時に、あ、俺はこれでこの音が鳴るコントラバスを作ればいいんだって。じゃあ作るためにはどうするか、じゃあクレモナ行こうって。そのひらめきに従いクレモナ行きを決めた哲さん。なかなか目標が定まらなかった人生に突如道が開けた瞬間でした。哲さんが暮らす家は工房から歩いて3分。1500年代に貴族が暮らしていたというお屋敷に改築もせずそのまま住んでいるのだそうです。めちゃめちゃおしゃれですね。哲さんが暮らす家は工房から歩いて3分。1500年代に貴族が暮らしていたというお屋敷に改築もせずそのまま住んでいるのだそうです。めちゃめちゃおしゃれですね。まあ何も物をなるべく少なくして、そう、大学の時とか40個ぐらいバイトやってるんですよ。ホテルでも働いてたし、うん、全部ためがってるな。いただきます。今でこそ職人として生計を立てている哲さんですが、かつては親にも言えなかった大変な時期があったといいます。何でしょう。今でも覚えてるけど、2年目の冬の寒い時にポケットにあの時200ユーロぐらいしかなくて、それがもう全財産だったんです、うん、どうしようと思ってたら、なぜか そこからその時働いてたマエストロが、作りかけだったバイオリンとか、うん、じゃあ買ってやるよとかって言ってくれて、普通そんなことないんですよ。ギリギリになったらなんかそういうのが出てきて、ギリギリになったらまたそういうのが出てきてって、なんだかんだで、うん、首の皮はもう本当にこれぐらいでつながってて、ようやく、うん、まあ今至るみたいな。もう今幸せ、うん、もうそ
これから良くなっていくとか悪くなっていくとか、うんうん、じゃなくてもう今この、うん、状態で、うん、もう感謝してますってみんなに助けてくれる助けてくれた人を、うんうん、そんな感じで毎日生きてます、ね、仕事の後クレモナでは気の合う仲間が集まり語らうアペリティーボという習慣があります。皆さん日本から来たバイオリン職人だそうです。みんな職人。この4人は結構ディープですよね。この4人はって自分と同じだ。俺普通だと思ってる。いや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 。日本人だけで何人？ないの今。70人80人ぐらい。70。それでほぼみんなバイオリン作ってるっていう。みんないい楽器作るし、みんないろんなことやってるから、うん、影響はすごい受けますよね。コントラバスはすごいです。ベースはもう米線の他のいろんな人に作られたら、うん、俺食ってけなくなるし。そんなぶっちゃけ話して20人ぐらいいますかね。女子は女の人はもっといる。この日哲さんは工房近くの教会へ。イタリアトップクラスのオーケストラで活躍する友人のベーシストジャコモさんも一緒です。ベロ今からジャコモにちょっと試し弾きしてもらいます。実際の工房じゃなくてこういうコンサートとかたまにやるような場所でやることって結構どんな感じの音になるのかってはっきり分かりますからね。この日、哲さんの新しいコントラバスを教会で試し弾きしてもらいます。よいしょ、セビソニアコルダレンポ。技術を世界に認められた今でも自分の中に鳴り響く理想の音を奏でる一台はまだ作れていないと哲さんは言います。Facile da suonare, sì. un millimetro neanche forse. Sì, proprio tanto sì, per sì. dargli modo di vibrare un po' di più. Sì, sì, sì. È bellissimo comunque. Grazie. Ma ora ciotto 弾いてもらっただけでも音がやっぱりどんどん出てくるような感じがしたんで、まあ今回もとりあえずは合格かなと。合格というか、OK。あとは、ミュージシャンに引き込んでもらって。うん、うわーかっこいいな。職人です ね, ですね。 こんなにこだわってるとは思わなかったね。え、うん、影にはこういうテスの、こだわりと熱心さがあったんですね。名前通り音楽哲学を徹してるっていう感じかな。名前の哲はね、主人がつけたんですけど、はい、物事に徹するようにっていう行人弁の徹なんですよ。通るって普通読みますけど徹なんだね。私はあえて徹にしたんですけどね。
あの VTR でお話しなさってましたけど最初の、ええ、ね、ええ、あの本当にもうお金それなんかね今ねっていう時代あれはお聞きになってました。あ、そういえばそういう時あったかな。電話かかってきた時あるんですよ、はい、でもね、なんつうの お金ないから送ってくれとか、うん、催促はねまずなかったですね。でもそのまたうまいことそのタイミングでつながっていったんですね。ね、まあ、まだまだ自分では納得できるものはできてないというふうにおっしゃってましたけども、うんうんうん、そのまだまだ納得できてないものがあるっていうことが、うん、すごいその幸せの様子の一つだと思うんですけどね。まだ山のてっぺんには行ってないということで。わかりました。この後あのお届け物をさせていただいているところと、ご覧いただきたいと思います、はい、タリア哲さんです。グッド。クレモナは現在のバイオリンの形が完成したといわれる町。かつての名匠たちも同じ景色を見て制作をしていました。あ、これ、これはドゥオーモ。大聖堂。上のところこういうこういうのあるじゃないですか。丸い人が真ん中に入ってるやつ。はい、うん、あ両端、はい、左右に、はい、あれから。誰かがひらめいてバイオリンの F コーにしたんじゃないかって言ってるけどどうかなと後付けかもしれない。週に2回町の中心に立つ市場、ここに哲さんが修行していた頃からずっと支えてくれている人がいます。うん、なんか晩ご飯とか呼んでくれたりたまに。あ、そうだ、はい、お母さんが作った料理とかもそう言ってました。あ、うまいですね。クレモナのなんか昔からの料理とか食べさせてもらったことあるし、うん、クワトロズッキーニ、あ、クワトロ、ステラ4つでいいって言ったのに大体10個ぐらいくれるんですよ。もういらないっつってんの。ほんまや。あ、じゃあ行きます。ベリッシモ、ブラーボ、ドルチシモ。突然のひらめきに従い飛び込んだコントラバス職人の道。頭の中に鳴り響くあの理想の音をただひたすら追い求める哲さんに日本の両親から届け物です。お届け物、これ開けてもいいですか。おお、開けないとあれなんだね。なんだこれ。お、靴か。靴、なんだこれ。なんだこれ。ちっちゃい時の俺が履いた靴じゃん。こういうのなんか取ってあるんですよね、うちのおかんは。うん、はい。すごい。よく取ってたな。届け物は小さな靴と真新しい靴。小さい方は息子が初めて歩いた時に履いていた一足を母が大切に取っておいたものです。添えられていた手紙にはこう綴られていました。哲が一歩を踏み出してから40年、いろんなことがあったね。今日まで哲は自分の足でしっかり歩いてきてると思ってます。これから先も自分の目と足で前を向いて歩いていってください。そう、100年200年後にも鉄の弦楽器を弾いている人が世界のどっかにいるはずって、まあ、信じてもらってるんで、うん、まあ僕も頑張ってまだまだこれからも、うん、そうですね、歩き続けていきたいと思いますね、うん、まあ前から僕も手紙でも書こうかなとかって思ってたんですよ、うん、でもなかなか思ってるだけで、うん、そういうのを書くきっかけみたいなのはなかったんですけど、うん、やっぱり表立ってお父さんお母さんありがとうなんてなかなか言えないじゃないですか、うんうん、そういう思いは、はい、まあ本当毎日感謝してます僕も、うん、うん、まあぴったし、うん、まあこれで歩いていきますか。
いいですね。いいですね。なんかテスさんとあのなんかこう職人さんの工房にぴったりのくっついちゃね。そうですね。雰囲気もね。そう。今まで通り、今まで通り歩いて行ってくださいって思ってますね。コントラバス界の、はあ、ストラディバリウスになればいいですね。いやそれはもう、もうそれはもう、うん、ある意味人の名前ですけども、あのちゃんと鉄という名前が入るものになっていくんじゃないですか。うん、まあそう、まあそう。そう、まあ大きく言わないでもういいんじゃないですか。鉄トラバスでいいんじゃないですか。鉄トラバスで。そうそう。次回のお届け先はオーストリア。ここに照明デザイナーとして活躍する日本人がいます。斬新なデザインが評価され、ヨーロッパ各地からオファーを受ける彼女。実は7年前シングルマザーになり、生活すらままならない時期がありました。そんな娘に父から届け物。私もちょっと精神的にすごく不安定になって、まあ、生きててもしょうがないかなとかっていう時期は